よし、じゃあデイブザダイバー続きからやっていくんだけど、今日ね雷雨なんだよな。潜って大丈夫かな。感電とかない。海で感電はないか。そうだよな、電気は逃げるもんね。じゃあまずはサンゴガユ作って魚人族に届けるでよかったっけ。まあ いや、まずサンゴガユは作ってもらわないといけないから、サンゴガユを番長に作ってもらうと。お願いします。やっぱり米粒飛ぶんだな。ありがとうございます。さあ受け取り止め。グーサンゴか。何度見ても美味しそうには見えぬがな。あ、番長が作ってもそうなんだ。へえ、まあ、薬だもんね。体調を良くするための薬って美味しそうに見えるもんなかなかないか。待って、今のうちにやること見よう。やること何ですか。あ、魚人族の記録室とタツノオトシゴぐらいか。じゃあ上から登ん登る上から登る違うな。そしたら上から潜って魚人族の村に行けばいいんだ。オッケー。じゃあとりあえず魚人族の村に行く前に、そういえばクリオネ捕まえてきてほしいって言われてたね。あ、ちょうどいたわ。網で、あ、パタパタ逃げてる。ごめんね。捕まえるよ。網ではないのか。あ、でも X 出るってことは、はい。はい、クリオネ終わり。で、これで女の子の依頼は達成だね。あ、クリオネ5匹か。そんないる ?1 匹でよくない?お土産屋さんでもそんな5匹出ることないでしょう。だいたい1匹よ。北海道って言ったらクリオネかマリモ?北海道パワフルだからな。そこら辺、生き物をお土産にしちゃうからね。ははは。あと1匹だけ捕まえればいいかな。もう少し周辺を探してみよう。あ、何何でっかーい。何やら巨大なクリオネが見えたような。今説明不要って言うと思ったべ。思ったべ。そんなワンパターンじゃないですよ。うん、やっと全部捕まえたね。そろそろ上に戻ろうか。まだ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 なんだデイブ君。あ、バッカルホーン。ここって一体どこなんだ。でっかーい。説明不要。あんなでかいクリオネが存在するの?でっけえ。クリオネクイーン。クイーンランゴスタ的な?でもクリオネでかいと気持ち悪いな。ランゴスタはちっちゃくても気持ち悪いけど。いやーだねーす。ま、火炎?おー、追いかけてくる。撃つべし。あら、外した。撃つべし。え、そんな伊之助みたいなちょっとずつ猛進型。どこまで行くの。いや、カーブ効くね。痛い。おお、怖っ。どこまで出すんですか、クリオンさん。
クイーンになるとどこまで出すんですか。よっと。いやでも弱いな。いや弱いんじゃないな、俺が強いな。でごめんなさいごめんなさい、調子乗りました、すいませんでした、すいません、ザボです。僕はいや気持ち悪い、ナメクジじゃん。ああどんな化け物だったな、まだチクチクしてるよ。何か使えそうなものがあるかチェックしてみようか。うわまだ動いてるよ。だってさっきあれクリオネ捕まえてなかったっけ。あれあらないね。あんなちっちゃかった時は可愛かったじゃん、ちいかわだったじゃん。お、なんだ。うん、あそこに何か光ってる。行って確かめてみよう。なんだろう、写真っぽいね。あれこれ女の子の写真じゃない。マキの顔が写ってるデジタル額縁。あ、マキの写真が。とりあえず上に持ち帰ろう。巨人の村行けないの。うわ、なんかグロテスクなものがあるの、なんだあれ、心臓。これ、何毒袋か。ああなるほどね。心臓心臓にしか見えなかったけどね。そっかー。あれじゃ夜マキに合わせる、夜マキが来るんだよね、あの女の子。だからその時に額縁を渡せばいいのか。でついでにね、イタチザメの葉取ってきたんで最大強化しちゃいましょうか。火炎ライフルに今のやつがダメージ20の段数8、ダメージ33の段数10、さらに 90% の火炎ダメージで、まあ、90だから大体まあ30ダメージ追加か。だから63の、さらにタコのアクセサリー入るから一発でなんかすげえダメージ出るんじゃない。いやー、ダフ君その水着だけは気に入らねえんだよな。ひげ剃れちゃんと。よーし、これで最強武器なんじゃない、火力的には。じゃあ畑も確認したし、武器も強化してサンゴガユ作ったし、ノリトも手に入れたから魚人の村でいいね。わあ、人間様、そうです、これなんです。おかげで無事に結婚式を挙げることができそうです。あ、それだけそれだけですか。人間様、いえ、デイブ様でしたか。デイブ様も三席、三席デイブ様も三席してくださいませんか。村の人々との距離を縮めるきっかけになれるのではないかと。はあ、魚人族の結婚式か、興味あるかも。どうなんだろう、普通にあれかな、神父さんに誓うのかな。あ、こちらです、デイブ様。おお、人間の結婚式とはまた違った感じですね。そうなんですか。あちらの後ろでお待ちください、まもなく挙式です。思ったより声渋いな
思ったより声低かった。こういう祝い事の時はどう？マッチョマン。ああ、また地震が。金の王様の腕が。やだね。結婚式やった時に地震が起きるってやだね。やだな。マジでやだね。いやー、祝いたいって時にちょっと手伝ってあげよう、まずは。あー、金龍様、どうしましょう。実はものすごく古い像でして、この村にはこれを直すための道具がありません。あー、なんてことでしょう。大きな災いの前触れなのでは。おお、ちょっと、とりあえず落ち着こうね。おお、コブラさんが何か持ってるかも。僕が地上へ行って役に立つものを探してくれよ。少し待ってて。ああ、テイブ様、ぜひともお願いします。金龍様、どうかご加護。水中石材接着剤ん言いづれな。水中石材接着剤をご所望とな。どれどれ。ああ、ゲットだ。こんなすぐに食らったのか。ああ、これでなんとかなるんじゃないかな。もう一度巨人族の村へ行ってみよう。また巨人族の村へ行って取れてしまったキングロングの金龍様ね。あ、クリオネの卵とかもあるんだ。へえ、ちゃんとクリオネも寿司になるんだね。ああ、食べれるんだ。まあ、美味しいらしいからね。おや、懐かしい顔だ。チューチュー。さあ、嵐がやってきたな。おそらく今夜、超レアポスカードを出す。生き物が出没。ちょっと待って。ボス戦1日に2回やることあんの？あ、そう。なるほど。マーリンカコレクターとしてハードに火がついてきただろう？ああ、いえ、別に。さい、夕方に海に潜れば嵐で発生した渦巻きが見えるだろう。その渦巻きに入れば奴に会えるはずだ。オイラがもっとダイビングが上手かったら一緒に行きたかったが、残念無念だ。では、健闘を祈ってるぞ。セイ。嵐が吹き荒れる夜。でも、マキンのことも気になるんだけどな。嵐の日しかダメなのか？いや、とりあえず一旦寿司屋に行こう。寿司屋に行ってマキと一回会ってこよう。そっからもう一回帰ってくれ。からうん、マキいるでしょ。あ、よかった、いた。ほら、君に頼まれた通りクリオネを捕まえてきたよ。あ、すごく綺麗ですね。ありがとう、デイブさん。それからこんなものを拾ったんだけど。え、これって私の写真？巨大なクリオネに出くわしてその巣窟で見つけたんだ。裏にボタンがありますね。押してみます。マキ、そこにいるのかい？パパだ。これを君が見ているなら、おそらくパパは深海探査に失敗したということだろう。いつも忙しいからと君に構ってやれなかったね。仕事ばかりに夢中で
結局僕は無責任な父親になってしまった。何さ。僕の仕事のせいで引っ越しばかりで6人友達も作れなかっただろう。この不甲斐ないパパを許しておくれ。それでも君にはたくましく生きてほしいんだ。立派な料理人になりたいという夢もいつか叶うように願ってるよ。パパは遠いところからずっと見守っているよ。だからマキ、いつも笑顔を忘れな。はあ、パパ。あのクリオネが食ったの？うん。あんじゃ倒して大正解だわ。オッケーオッケー。あ、そうだよな。ああ、そんなに押し込まないで。お父さん、君のことを本当に愛していたんだと思うよ。私はここで働かせてください。うん、いきなり何？私、子供は落ち込んでばかりいたらパパもきっと喜ばないと思うんです。元気に働いている姿を見せてあげたいんです。あ、採用です。それに私を気にかけて力を貸してくださったおじさんたちにも恩返しさせてほしいんです。あー、採用です。採用ですね。誰だよ。あー、あの、おじさん涙が、おじさん涙が出ちゃうよ。うん。あー、パンチョさん、どうなんでしょう。ふん、見込みのある若者じゃないか。拙者は気に入った。すぐにでも今日から仕事を覚えてもらおう。特別扱いはせぬぞ。はい、かしこまりました。かっこよく仕事を収めて必ず立派な料理人になってみせます。はあ、マキが寿司屋のスタッフになりました。ああ、泣きそう。いやー、そっか。料理人ってことはこっちか。あ、いるねー、マキくん。はあ。いや、お父さんのことは残念だったけど、いや、マキくん、強い子でよかったー。こういう子は応援したくなるなー。ダメだね、泣きそうになってるから今日はここまでにしよう。もうやめだ、ちゃんと喋れないかもしれない。では今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画もよろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。いや、頑張ってほしいな。